死のうったって寿命があれば助かるし。 申し訳がないわ。
やおじいさんの位牌は持ったろうな。長えもんには巻かれろとよ。
敵ができんな。まったくですよ、あなた。これでも手足五体揃ってる人間様だ。嫌なら、もし降りろ。よし、倒して下ろしてみせるぞ。地獄め。その地獄を解きやがったんだ。Thank you.
私も倒れそうだ。なくちゃ分からねえ味だよ。マシャは一体いつ治るんですか？なかなか治らねえよ。まあ、すきっぱらでも抱えて花見としゃれて待ってる方がいいよ。
れて何でも好きなことができると思ってやがる。さっきの大空間名や。私たちじゃないか。全くこのことですな。ありがたいね。じゃあ、
言い残すことはないか。戦場の習いだ。やむを得ない。軍旗に照らす。あの男を知ってるだろう。熊本共同隊の里原健介だ。お前たちは彼と行動を共にするもんだろう。とんでもないことです。私どもは決してそんな大それたことをするものではありません。区長、人吉区長代理を務めるもの。区長代理が怪しいんだ。前の区長は人吉隊長として殺人に投じてるじゃないか。いや、断じて私はそんな人間ではありません。その目は一癖あるな。立派な体は商人とは思えない。ドアラのような患者密偵の類かもしれんな。彼は逮捕されるまで身命を賭して俗称西郷のために郷土のために立派に我が軍と戦ったのである。これ連れてきてくれ。はい。助けると思って行ってくれ。
我々を救ってくれ。え、助けてくれ。な、分かったろ。江戸の兵隊さん、御用って何なの？呼んだのはお前じゃない。あんな泣き娘なんか面白くもなんともないじゃないの。今夜のうちにもここを逃げたいばっかりに俺を捕虜にしようと言うんだろう。そんなことどうだっていいじゃないの。身を任せて逃れようと言うんだろう。バカ者。
よくも私に恥をかかしやがったな。人形くんやろめ。うるさい。女を連れ出せ。おい、来い。何してくれ。なんという NHK ショーだ。娘を、血を分けた自分の娘を犠牲にまでしていきたいのか。卑怯者め。
彼らにもそう伝えろ。わざわざご苦労でした。寝台入れてきただけで本当に身震いいたしますわ。そんな戦の中をよくまあね、奥様。どんな場合だって取り乱しはしませんよ。おいおい、君君。
されるくらいなら一生焼けちまった方が未練がなくてさらさつら。まあ文句を言わないで、片付けるだけは片付けたらいいじゃないの。進軍ラッパがもう10分遅かったら、俺たちはまた別な運命を持っていたかもしれない。もう会うこともあるまい。と言ったのさ。
かしいが、戦争に負けた。勝敗は軍人の杖です。恥ずかしいことはありません。獣医に陥っている俺だ。どうせ助かりはせん。女の心持ちは分からんが、お前たちの意地というものも思いのほかに強いもんだな。そんな影をしていても、おじさんの意地は忘れないんだ。武士の意地と同じことだ。おきみ、俺を俗軍に突き出せ。遅ればせて気の毒だが、女の意地を立てさせてやる。していらっしゃいませんこと、一本つけましょうか。
金ちゃん。お前、朝倉さんに惚れているんだね。バカ。未練たらしくって、お金ちゃんに恥ずかしい。